はい、いつもありがとうございます。 BGB の1090ですね。パニーニナショナルトレジャーバスケットボールですね。はい、一応全2回です、とりあえず。はい、ということで1回目 BGB 1090です。で、16ヒットのドラフト形式ですね。で、ヒット扱いは全カード、まあいつもと一緒ですね。ナショトレのね、店長がこうね振り分けて、でドラフトしていただく形式です。はい、じゃあ、ドラフト形式ですので、先に抽選してから、はい、ドラフト順位を決めてから開封となります。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズです。いきます。ほい、はい、5と1で6回ですね。はい、いきます。6回抽選。1、2、3、4、5。で、次6回目。せーの、ポチ。はい。6タイプ。大丈夫ですね。はい。見えてます。トップが KM32 さんですね。おめでとうございます。ナショトレ1回目1位です。はい。BGB の1090。ナショトレバスケットボールのドラフト1位は KM32 さん。はい。呼吸が続く。はい。ドラフト2位が AAZY さん。ドラフト3位がたかしさん。ドラフト4位がなおさん。ドラフト5位が HR さん。ドラフト6位がシンパシさん。ドラフト7位が AXS さん。ドラフト8位 YM さん。ドラフト9位 OS さん。ドラフト10位が DG9 さん。ドラフト11位が SNNM さん。ドラフト12位ウィリアムさん。ドラフト13位、イチさん。ドラフト14位、ヒロ16さん。ドラフト15位、マロさん。ドラフト16位、ユイエさんとなります。はい、じゃあ開けていきますね。よいしょ。はい、ナショトレ。こうですね。はい、ワンケース4箱入り。ワンパックボックスの10枚ずつ。合計40枚ですね。よいしょ。はい、じゃあいつもの通り、箱を取り出して、小箱を取り出して、で裏のテープ切って、それから、カードのチェックですね。よいしょ。ちょっと切れてなかった。よいしょ。はい、よいしょ。はい、ちょっと待って、そっか、こうやるんだ。そうだ、こうだね。ちょっとナショトレやってなかったんだね。はい。で、小箱を取り出しますね。よいしょ。で、シャウエッセンね。はい、パキね、言いました。はい。よいしょ。まあ、伝統は続いておりますね。この、音。あ、こっちか。あ、これはあんま言わなかった。よいしょ。あ、いった。いい音。はい、これ4つ目です。お、いい音ね。ね、ナショトレって感じですよね。よいしょ。はい、じゃあテープを切って。あ、テープこっちで切ろう。ね。久々に。登場です。パニーニカッター、パニーニカッターなんかなかったっけ。樋口くんか。うん、大丈夫。よいしょ。はい、よいしょ。 OK です。じゃあ、1箱目いきます。はい、お願いします。はい、まず一番上はフォーニアのベースですね。33の99。
って取り出しますね。よいしょ。はい。あ、一番下は鉄板が入ってんだ。鉄板、救出します、まず。はい。で、まずエリック・ブレッドソーですね。ブラックプレートの101。これ、ジャージが入るやつかな。あ、ロゴマンの、ロゴマンオートのプレートだ。これ、今切れの。これはある意味レアですよね。あって5枚ぐらいでしょ。ね、カードの方ね。それのプレートです。よいしょ。はい。で、フォーニアね、ベース。フォーニア3399ね。はい。で、次はジャージでナッシュ。59の99。はい、サンズです。で、次はケジ。80の9、ん90か。80の99ですね。はい。でしょ。で、ジャージはこれは、フルーツだ。あーね。うん。良くなってほしいですね。14の99ね。で、次はクリス・ダン。38の9です。はい。そろそろオートかな。と思ったら、レデでした。はい。ここ3位ですね。ジェラルド・グリーン。コロッサル・マテリアル・オート。はい、ジェラルド・グリーンですね。コロッサル・マテリアル・オート。2回言いました。で、次は、これかっこいいですね。ジャレン・ローズ。ラプターズ。ほう、フィールレス・シグネチャーズ。ジャレン・ローズです。13の99。で、3位3枚目。はい。ラルフ・サンプソン。はい。で、次。ハイライト。来ましたよ。セーロ。固まる。店長固まる。はい。あ、これもう、わかるでしょ、もう。ちょっと待ってね。マグホ出します。はい。RPA 縦型ドンチ。はい。おめでとうございます。もう、KM さん取るでしょうね。はい。ドンチッチ。おめでとうございます。パコマ屋から来ました。よいしょ。でも、店頭で2枚見てるんで、どうなんでしょうね。まあ、うん、どうなんでしょうね。はい。で、200個目いきまーす。きつい。よいしょ。はい。はい。一番上は、かんちゃん7399数ですね。はい。で、プレート取り出しますね。これは、ウォーレン ?TJ ウォーレンですね。ブラックプレートのこれはナショトレですね。で、カンちゃんね。はい。で、横型のジャージ8699の MPJ。お、パッチだ。ゲームギア。光ってますね。マーキフのモーリスです。これは25枚限定です。13の25。13の25ですね。はい。で、アイザイア・トーマス。9899です。パッチの位置は関係なさそうですね。なんかね。はい。ドラジッチの89の99。で、こっからサインですね。やっぱサインは4枚ですかね。はい。サボニス親父です。5の10。10枚限定ですね。はい、最後2枚目は、ジム・ジャクソンのオートジャージ。クラッチファクターですね。25の99。マブスです。綺麗ですね。はい、で、また、クラッチファクターです。クリフォード・ロビンソン。ブレザーズ。はい。
で、一番下は、ケイタ君の横型 RPA ですね。はい。8-49。テンパーアルフス。で、ルーキーが2枚ですね。はい。で、3箱目。はい。まあ、どうなんですかね。6ケース、7ケースぐらい見て、ドンチの RPA 縦型3枚目なんですけど、まあ、アメフトのナショトレもね、うち、メンフィールドはエブルケースでしたから、ちょっとどうなんですかね、偏りがあるのかわかんないですけど、ミッチェルの91-99です。あ、そっか、プレートか。よいしょ。プレートは誰だかわかんないけど、誰だ、エンビードかな、これ。誰？あ、エンビードだ。これはフローレスの原版だ。ホリゾンタルパッチオートなんだね。はい。一応エンビードです。はい、で、ベースはミッチェル91-99。はい、で、エンビード。ジャージですね。タイムライン。これはここですね。シリアル6-99。お、いいパッチ入ってますね。トリプルパッチですね。トレイ・ブラウン・ジュニア。20-25。はい。で、またタイムラインですね。まあ、ナショトレあるあるですね。これね。同じようなジャージが出ると複数枚出るっていう。同じようなサインが出ると複数枚出る。8-99ポルジンですね。はい。で、シャメット26-99。で、ジャージオートのリビングストン。ウォリアーズですね。52-99。で、2枚目はターナーです。ヒーローズ。ホームタウンヒーローズですね。ね、ほら、あるあるでしょ？同じような。そうなんですよ。テイタムのオートジャージですね。5899。はい。で、一番下は、カズンズですね。ウォリアーズのカズンズです。3-25。はい。ペンマンシップのオート。はい。まあ、テイタムとカズンズ、ちょっと珍しいでしょ、ウォリアーズ。いいでしょこれでっていう感じでしょうか。はい。4つ目。TJ オーレン。72-99です。よいしょ。はい。そうですね。はい。プレートは、誰だ？ドットソンか。これは、ナショトレの、ルーキーログマの原版。で、ベースカードはウォーレン、7299。で、コロッサルのクリポーですね、8799。で、次はパッチですね、ウエストブルック5-25。で、またジャージに戻りますね、コンレン、84-99。はい。で、レジェンドですね。ね。はい。まあ、ジャージもあるのか。マブスですね。よいしょ。こっからオートで、まずズバッチのインターナショナルトレジャーズですね。まあ、毎年恒例のインサート。はい。26-99。レイカーズなんですね。うん。間に合わなかったのかな。で、次は、トム・チャンバースね。はい。サンズ23-99です。じゃない一番違いでした。で、その次が、はい、オートジャージ、ギルモアですね。45-49です。はい。で、最後はレデンプションです。よいしょ、ちょっと待って。はい、誰でしょうか。せーの、はい。あ、レジーミラー。おー、ラスティングレガシー。うん、
縦型今年縦型のインサートだったかな、出てないかな、まあ、クラッチファクターとかホームタウンは出たんですけどね、出てないかな。ラスティングレガシーは見てないな。うん、見てないですね。ゲームギアとかは出てたんですが、それのレジミラーです。はい、ということで4箱でルーキー2枚出るし、まあベテランもトヨタも出てレジミラー出てっていう感じなんでね、まあそんなに変わらないいつも通りのナショトレという感じでしょうか。はい、ということで1回目ドンチ来ました、おめでとうございます。はい、まあ普通出ないでしょね。去年はね、ミッチェルが3枚ぐらいしかうちで出なかったんですけど、もうドンチはもう3枚出てますね。7ケースぐらいしか見てないですけどね。はい、ね、どうなんでしょう、固まってるでしょうか。ということで、ドラフト形式ですので、今日2回戦開催した後ですね、店長のインスタグラムの方に1から16番番号をつけて、画像を掲載いたします。まあ CC16 でサインカード1枚は行き渡るような分配にしたいと思います。でベースとジャージカードをパッチをつけていくような感じになると思います。はい、で、参加者の皆様はドラフトリストを制作していただいて、明日からゴールデンウィークということで、ね、ご多忙の方も多いと思いますが、明日の夜8時までにドラフトリストをメールしていただく形式となっております。ね、ご協力よろしくお願いします。メールに記載していただくことは BGB の番号ですね、BGB の1090です。それとお客様のハンドルネーム、それとドラフトのリストになります。はい、で、お手数の方は、店長の順番通りでいいかなと思う方は店長の順番通りで OK ですと記載していただければ、若い番号を割り当てていくという形式になります。はい、じゃあ1回目の1090これで終わります。ありがとうございました。